プレゼンテーションが劇的に上手くなる本、10分で聞けるシリーズ、前書き、ビジネスにおいて、プレゼンテーションは非常に重要だ。もし成功すれば、大きなビジネスチャンスになる。しかし、プレゼンに自信を持っている、ビジネスパーソンは少ない。あなたはどうだろうか？もし、それなりの不安、改善の余地を感じているなら、本書は役に立つだろう。本書では、プレゼンテーションが上手になるコツを紹介する。意外なコツや言われてみれば当たり前のコツ。多少の努力を要するコツや、すぐにできるコツ。プレゼン上達にとって、重要なコツをしっかりと取り上げたので、まず本書のコツをしっかりと掴んでいただけたらと思う。また本シリーズは、10分で読めるシリーズだ。10分で読めるようにできる限り、内容をシンプルにまとめている。そのため、さっと読み終わり、すぐに実行に移せる。目標のために本を読んだが、読んでる間に疲れてしまって、結局、実行には移れない。あるいは、読み終わらないから、実行に移れない。そういった経験をしたことはないだろうか。10分で読み終われる本書ならありえない。では、プレゼンテーションスキルを成長させよう。資料に書いてある文字を読まない。プレゼン資料に書いてある文字を読み上げてしまう人がいる。これは、相手としては相当退屈なので、止めよう。声を出して読み上げるスピードよりも、頭の中で読むスピードのが速いから、相手は先に内容を読み終わってしまう。だから、資料を読み上げられている間は、非常に退屈だ。これは絶対にやってはいけない。言葉に出して言うことは、資料に書いていないことにしよう。本当の要点は、資料に書くときもシンプルにして、それを声で表現しよう。すると、相手は資料と声の双方に集中しなければならない。不親切なようだが、そのくらいの刺激があった方が、相手の頭に入りやすいのだ。資料には何を書けばいいのか、もう少し考えてみよう。資料に書くのは、言葉で言っても伝わらないこと。例えば、イタリアの街並みをインターネット上に再現するページを作る。こう言葉で言われても、それぞれの想像にばらつきがあるし、いまいちはっきりイメージが伝わらないだろう。イタリアだって広い。街並みといっても、港町なのか、市内なのか、はたまた農村地なのか、全くわからない。こういった時に、資料を使うのだ。プレゼンターがイメージしている、街並みの写真と、それを再現した、ウェブページのイメージを掲載すればいい。これなら、資料の意味があるし、わかりやすい。また、表やグラフを資料に入れるのは定番だが、やはり有効だ。売上は、右肩上がりです。そんな、話をする場合には、右肩上がりのグラフを見せたいところだ。このように資料には、あまり文字を記載せず、写真や図を中心に掲載しよう。文字で表現できることは、自分の声で直接伝えよう。資料だけ見てわかるなら、わざわざプレゼンテーションする意味もない。メールのやり取りで十分だ。常に謎があるように、プレゼンテーションは、ドラマや漫画と同じだ。結論が気になるから、最後まで聞いてしまう。ビジネスの要点は、結論から伝えるべきだが、プレゼンの場合は、少しもったいぶってもいい？とにかく食いつかせないと、相手は寝てしまうと考えよう。人間は退屈になると、頭の中でチャンネルが変わってしまうから、目の前にいても内容は聞いていない状態になる。少し例を挙げてみる。まず、謎を使う場合だ。御社の売上を上げるためには、たった一つのことを行うだけで大丈夫です。そもそも、御社には国内有数の技術力があり、市場には競合他社もほとんどいない。製品もいい。だから、業績は好調なはずですが、不思議なことに最近、売上が落ちていると聞きました。当社が分析した結果、会計資料が間違っていました。帳簿をちゃんとつければ、問題はすべて解決です。次は、最初から結論を言い方だ。会計資料が間違っておりますので、帳簿を正確につけましょう。この後にいろいろと理由を言われても、もはや興味は湧かないだろう。プレゼンは、じゃあどうなるんだろう。という謎を少し残しながら展開したい。すると、最後まで興味深く聞いてもらえる。ただ、引っ張り具合は注意してほしい。あまりに当たり前のことを引っ張られると、聴衆はイライラする。テレビを見ていて、CM 明けに、がっかりしたことはないだろうか。あの感覚にならないように気をつけよう。10倍の時間練習する。5分のプレゼンテーションなら、50分は練習しないといけない。どのくらいのスピードで話せば、時間内に終わるか、伝わりやすいか、声の大きさは適切か、身振り手振りは不自然じゃないか。プレゼン資料を作ってから、何度も練習しないといけない。5分のプレゼンのために、50分の練習は長いように感じるだろうが、一度読むだけで5分かかるのだ。それで、大抵は時間通りにいかないから、資料を修正する。それをまた読む。伝わりにくい部分が見つかる。また、少し修正する。これを繰り返して、よどみなく、自分の言葉として読み上げ、時間通りに終わるようにする。ここまでやると、実は50分は短い。慣れなければ、なかなか10倍の時間では、練習しきれないだろう。その場合は、満足いくまで練習してほしい。それこそ、上達の鍵なのだ。
プレゼンテーションはカラオケのようなもの。自分の歌を録音したことがあるだろうか。自分の声は普段は内耳を通して聞こえてくるため、まるで自分の声でないように聞こえるだろう。録音したものを聞くとあらがいろいろと聞こえてくるはずだ。あれもっと上手いと思うんだけど、そういった感覚になる。プレゼンテーションも同じだ。練習の際に録音録画をしてみよう。できれば本番の姿も確認した方がいいので、動画で録画した方がいい。スマートフォンで簡単にできるので、何かに立てかけてやってみてほしい。自分が思っていた姿と全く違うはずだ。あれ俺のプレゼンもっといけてるはずなのに、これじゃ新入社員レベルだ。そんな風に感じると思う。なかなかいいなと1回目で思う人はいないだろう。正直見るのも恥ずかしいくらいに感じるだろう。しかしその姿をお客様の前で晒しているのだから、恥ずかしいなんてとても言っていられないはずだ。動画で録画しながら、まず自分の理想のプレゼンターの振る舞いを身につける。資料の内容よりも話すスピードやアイコンタクト、座り方、立ち方、身振り手振り、そのあたりをチェックしよう。人に見てもらってダメ出ししてもらう。自分で動画を見ながら練習して、自分なりにしっかりとできるようになったら人に見てもらおう。それでダメ出しをしてもらうのだ。やはりプレゼンテーションというのは相手がいる行為なのだから、一人で練習するだけじゃ限界がある。上司や部下、同僚に見てもらおう。それで緊張しないようになるまで練習を積みたい。アイコンタクトは3秒。プレゼンテーションをしているときは聴衆の目を見ながら行うのが普通だ。聴衆は目が合うことにより自分に対して話してくれていると感じられる。1対1でプレゼンすることもあまりないから、実際にはプレゼンターは次々と相手の目を見ていくわけだ。この時の目を合わせる時間は3秒がいい。3秒目を合わせたら次の人と目を合わせる。1秒、2秒だと短すぎて視線に落ち着きがないように受け取られてしまう。かといって4秒以上だと相手の心理的不快感になる。3秒がちょうど良いとされているので意識してみよう。下半身はどっしりと、スティーブ・ジョブズのように歩きながらプレゼンしてもいいが、なるべく下半身はどっしりと構えてほしい。下半身がゆらゆらしていると不安な印象を相手に与える。上半身の身振り手振りはダイナミックに、下半身はどっしりとが基本だ。ふさわしい服装はプレゼンテーションのノウハウとして世間一般で言われているのは、きちんとスーツを着てネクタイをビシッと締めるスタイルだ。きっちりとしたビジネスパーソンとしての服装が話に説得力を与える。適当な服装やだらしない服装は聴衆がプレゼンターを軽視することにもつながるので注意しよう。しかしスティーブ・ジョブズはジーパンに T シャツだ。彼はプレゼンテーションの第一人者としてずっと崇められてきたし、亡くなった今も全く評価は変わらない。実は服装は個性的なものでもいい。スーツの上着を脱ぎワイシャツを腕まくりしていてもいい。ただ一つ条件がある。プレゼンに慣れていることだ。慣れていればクロートっぽく見える。自然体でプレゼンしているように見えるのだ。しかしこれがぎこちないと急に滑稽になる。服装も適当だし、プレゼンも下手くそで、ただのプレゼンに慣れてない準備不足な人に移ってしまうのだ。アメリカのカリスマ社長のように多少ラフにプレゼンしたいかもしれないが、相当な慣れが必要なので覚悟しよう。多少なりとも緊張を感じるようなら王道のフォーマルスーツにしておこう。まあエーヤマーなど意味のない言葉を入れてしまうことはないだろうか。本日はお集まりいただき、ありがとうございます。まあ、私が、プレゼンさせていただく案件は、まあ、事前に、告知した件ではありますが、これは少し極端だが、人前で話すと、を連発する人がいる。これは聴衆にとって完全にノイズなので、できる限り言わない方がいい。本人はリズムが取れて話しやすくなるのかもしれないが、聞く方にとっては聞きにくい。これはトレーニングしないと治らない。自分のプレゼンを録画して聞いて、繰り返し練習しよう。こういった余計な言葉がないだけで、聴衆からは随分と慣れて見えるものだ。絶対に時間内に終わらせる。1分のスピーチなのに、5分も7分も話す人がいる。プレゼンテーションは、必ず決められた時間内で終わらなければいけない。時間超過は遅刻と同じだ。大抵はプレゼンテーションの後の予定が決まっていることが多い。別の人のプレゼンがあるかもしれないし、そのプレゼンを商談としてまとめなければいけないかもしれない。時間がルーズで良しとされる場面はほとんどない。時間超過は他人の時間を軽視する行為であり、約束を破っていることでもある。また事前の計画を守れない、だらしない仕事能力の証明でもある。遅刻する人間に重要な仕事は任せられないと感じるだろう。プレゼンの時間超過は同じことを感じさせる。ではどのように予定時間通りにプレゼンを終わらせるか。練習しかない。プレゼンの時間の10倍練習しろという話はこのプレゼンの遅刻にも関係する。マイナス10秒程度終わるのが一番いい。ただ早く終わってしまう分にはまだいい。とにかく遅刻だけは避けよう。
後書き、さてここまで読んでいただき、本書に記載のあったコツで、目新しいものはあっただろうか。もしあったのなら、本書が役立ったということなので嬉しい。ぜひ、そのコツを使って、プレゼンテーション能力を開発していただきたい。ビジネスパーソンにとって、プレゼンテーションスキルは一生使うものだ。録画して見返すなんて、恥ずかしくて嫌かもしれないが、一瞬の恥で一生使えるスキルが身につくと思って頑張ろう。むしろ、ゲームのように楽しみながら、やっていただきたい。あなたは録画した自分を見るのは恥ずかしいかもしれないが、あなたの周囲の人は、それを毎日見ているのだ。むしろ、弱点を早く知って修正した方が、未来において、恥ずかしさも減る。プレゼンは、スポーツの試合に似ている。本番に向けて練習し、録画してフォームをチェックし、本番では練習でできたことの8割くらいしか実力を発揮できない。運動部だった人はぜひ、部活の感覚で練習してもらいたい。10回程度真剣に行えば、急激に上手くなる。では、あなたが素晴らしいプレゼンテーションスキルを身につけ、大きなビジネスを次々と作り出すことを期待しながら、本書を締めさせていただく。読料、ありがとうございました。